いちごタルトのタルトのレシピ。こんにちは、いちごタルトです。今日は第2回のいちごタルトのタルトのレシピラジオ始まりました。ちょっと最初のタイトルコールを低い声で言ってみたんですけど、なんと前回のタルトのレシピコメント機能がオフになるといううーん、タルチャンネルではぼちぼちあることなんですけど、なんか未成年だと思われちゃうとコメントができないようになるっていうのを YouTube 側が設定しているみたいで、タルトも25歳になる年なのに未成年に思われてるみたいです。なのでどうかな、今日はタルトを YouTube さんが認識しててこの人未成年だからペッて前回切られちゃったかもしれないので、今回も、タイトルコールだけじゃ変わらんかもしれんけど、どうかなと思ってちょっと低めの声にしてみました。タルト見た目的に身長が低くて丸い顔をしているので子供っぽく幼く見られることが多いんですけど、声とかも幼いかな。でもこの前なんか電話が知らないところからかかってきて、出たらなんかよくわかんないけど詐欺っぽい電話で、でもみたいな感じで言ってたら向こうもあみたいな、なんか間違えましたって切ったんだけど、なんか絶対子供が電話に出たから、あちょっとこれはなんだ騙す相手じゃない、お金取れんなと思って切られたっていう感じだったんですよね。っていうタルトのなんだ年齢詐称話いっぱいあるんだけど、今年で来年の3月で25歳になるので、もうほんと10歳サバを読めるようになります結構それはちょっとね楽しみなんです。いちごタルトだからちょうど15歳、大抵間違えられるのは小学生もたまにあるけど、高校生、中学生、一番中学生が多いからちょうど15歳でいちごで永遠の15歳とかみおちゃんみたいにいいかなと思ったりまたあるとそういうキャラではないのでしないけどね皆さん今週はどんな感じで過ごしましたか？タルトは今週はちょっとお仕事が忙しくて全然休みもなかったり、もうここ数日ずっと終電で帰るような日々がなぜだか続いています。もう先輩のサポートみたいな時が結構多いんですけど、そのサポートではめっちゃ疲れるのに、本当に会社の先輩は大変だなと思って、すごいなと思ってます。みんなも全然休みないよとか、土日仕事とか夜遅く朝早くお仕事だよっていう方結構いると思うので、今日もお疲れ様でした。そして今日も頑張りましょう。タルトは最近は結構疲れ果てているんですが、推しが K-POP の推しがカムバックって言って、日本だと新曲発売みたいな感じでアルバムを出して、で MV とかも上がって音楽番組とかも結構出る、集中的にカムバック期間に韓国の人は活動するんですけど、その期間がちょうどやってきてて、帰りの電車とかで音楽を聴いてなんか疲れをとっています。
ツイートもしたけどね、この前。みんな AME の曲を疲れた時はぜひタルトの曲もぜひ聴いてください。ちっちゃくダイヤモンも元気が出るような明るい感じの曲だし、何があるかな、 AME だとファイトってなんか応援するような曲はあんまりないけど、でも毎日大丈夫だよ頑張ろうみたいな、明るい未来が待ってるよみたいな曲とかもあるので、そういう曲いっぱい聴いて毎日の元気にしてもらえたらいいなと思います。はい、で今日はもう結構5分半ぐらい喋っちゃった。タルト割とマイペースにゆっくり喋るので、なんかのんびり聞いて癒されたり、あとは寝る前に聞いて子守歌とかにしてもらえたらいいなと思います。で今日は第2回目のタルトのレシピということで、今日は質問を皆さんがくれたので、その質問に答えたいなと思います。まず一つ目が、タルトのアイドルを始めた、やろうと思ったきっかけは何ですかっていうコメントで、メンバーでは結構アイドル好きな推しがもともといて、憧れてアイドルやったりする子も結構いるんですけど、タルトは全然アイドルっていうのを知らなくて、まあ中学高校の時にアイドル戦国時代って言われるぐらい AKB さん SKE さんとかはじめももクロさんとかいろんなアイドルさんが出てきて、地下アイドルもいっぱい出てきてすごい盛り上がってる時で、ですごい楽しそうだなとか、アイドルってキラキラしてるから憧れみたいないいなっていうのもあったりで、まあそういうのもあったんですけど、タルトは学生時代は割とこう勉強漬けの生活というか、中学の時とかはもうほんとご飯と寝るのだけが楽しみなぐらいテスト期間とか勉強してたり、高校も進学校で土日とかも補習があったりして、趣味っていう趣味とか好きなこととかがあんまりなくて、なんかつまらないなって思ったのがきっかけというか、なんか新しく始めたいなと思って、あとはすごい人見知りなので引っ込み思案でシャイな性格があるんですけど、それを変えたいなと思って、アイドルって人の前に立つじゃん、で結構そういうのがもう元々好きな人も上手い人もいると思うんだけど、そういうのもなんかすごいこう新たな挑戦というか、目立つのはちょっと恥ずかしいけど嫌いじゃないみたいな、なんか元々その習ってたり全然はしなかったんですけど、歌ったり踊ったりするのが好きで、まあ普通に鼻歌歌ったり、あと高校の時に新体操部ですごい、なんだろう、一生懸命やって挫折して、でも頑張った結果いいステージ、いいパフォーマンスができたっていう時のなんか楽しさとかをその時に覚えて、またそういう自分が本当に心からのめり込める一生懸命できる何かをしたいなと思った時に、まあ、ちょうどアイドルがブームだったのもあるし、なんかキラキラ輝いて楽しそうなのを見るとやってみたいなと思って、でもその裏には絶対大変な努力があるんだろうなと思ってたんですけど、まあ大変なこともね、本当に始めたばっかの頃は大変なことの方が多かったけど、でも本当に今はこういろんなメンバーをはじめファンのみんなもだし、たくさんの人に出会えたから本
当にやってよかったなと、あとは歌とかダンスとか好きだったし、なんか初めて、絶対ダンスとか苦手だと思ってたんですけど、すごいちょっとずつちょっとずつ上手くなって、自信もつけれるようになって、なんか、自分のアイデンティティができたなと思って、本当にやってよかったなと思います。そんな感じで始めてみようと思いました。じゃあ次の質問いきたいと思います。次の質問は、タルチャンネルの動画で紹介したギアの中で良かったなと思うものは何ですかっていうやつで、最近ビーパルさんの付録でファイヤースターターがついてきた動画を上げたんですけど、あれはあのいつものピーヒャラ音楽が鳴っちゃうようななかなかダメダメだったんですけど、でもファイヤースターターすっごいタルト好きで、なんか本当にチュッてやったら火がつく、ちっちゃいマグネシウムの棒とちっちゃい何定規みたいな、本当に手のひらの中に収まるんだけど、それだけで火がつけれるっていう、あのファイヤースターター本当にすごいなと思うし、こう一家に一台みたいな感じで持ってたら災害の時にもいいから、本当にあれはいいなと思いました。チャッカマンとかでもいいけどさ、なんかあっちの方が自分でつけた火みたいな感じがして、あとシャッてやるのすごい楽しいから、まだ使ったことない人はぜひ一回シャッとやってみてほしいです。すごい癖になるあとはいつも使ってるオピネルのナイフ、食材切ったりとかそういうナイフとか、外のシングルバーナーはいつも使っとるだけあってすごい便利、いつでもシュッて使えるからいいなと思うのと、あと動画で紹介したっていうやつだと、ギアドクターズの、これも最近紹介したインフレーターのエアー枕、あれは本当に気持ちよくて、動画見てくれた方も、あ、なんかすごい欲しくなったよ、買ったよって言ってくれる方がすごい多くて、本当にでも気持ちよかったな、この枕本当におすすめです。10月30日まではタルチャンネル の、 あの概要欄から、あ、31日までか、概要欄からクーポンで購入してもらうと割引もあるので、気になった方はこのチャンスにぜひっていう感じです。早くあれでね、お昼寝したいんだけど、お休みが欲しいですあとはショーズ B6 くんっていう、焚き火台グリル、あれがちっちゃいコンパクトなのにちゃんと火起こしてお肉焼いたりとかいろいろ焼いたりできるので、ただなんかコンパクトなやつが好きだな、身軽に持ってきるような、そういうタルトのサイズにちょうどいいやつが結構好きです。まあでも今言ったやつも割とずっと使ってたり、ずっとおすすめって言ってるやつですね。やっぱそういう愛着が湧いてるからかな、結構ずっと使ってるやつがお気に入りです。で、気になった方はタルチャンネルの動画でもよく出てくるなってやつは、多分タルトよく使ってるんだろうなって思ってください。じゃあ最後にもう一つ、また前回もタルトめっちゃラジオ長くなっちゃったんですけど、喋るのもゆっくりだからあれなんだけど、ちょっと最後の質問で、今日はおすすめのスポットは長くなっちゃったからなしにしようかなと思うので、また来週タルトのすすめスポット楽しみにしててください。じゃあ最後の質問、ちっちゃくないもんっていう曲みんな好きでいてくれるのなんでかなって言ったら、なんか一生懸命な姿
タルチャンネルもだけど、そういうところが応援したくなるんじゃないかなって言ってもらって、で洋服選ぶの困りませんかっていう、これ質問かな、わかんないけど、コメントいただいたんですけど、ズボンが困りますタルトはあんまりズボンがもともと好きじゃないんですけど、ピチッとしてるのが好きじゃなくて、けどその長さ的にも合うのが全然ないんです。登山行く時に履いてるあのワークマンのズボンも備えししてもらえばいいんだけど、ちょっと買った時に割とすぐ履きたくて、してもらわずにこうなんていうの、折り曲げてまだ履いてるっていう、なかなかいい長さのズボンがないです。スカートとかワンピースとかも長くて着れないのがたくさんで残念っていう感じです。上は割と最近ビッグサイズの大きい服とかがメジャーだったりするからダボっと着てるんだけど、下がね難しいです。そんな感じでタルトのレシピ第2回かな、もう今日もお届けしました。ここまですごい長くなっちゃったんだけど、聞いてくれてありがとうございます。今日もちょっとでも癒しと笑顔と元気とパワーといろいろお届けできたらいいなと思います。また来週も何話そうかな毎週週一の楽しみ、毎日の楽しみとしてこれからもラジオ配信聞いてください。そしてもうすぐ今月の31日は AME の無観客配信ライブがあるんですけど、そこでちょっとした重大発表があるので、ぜひそちらも見に来てください。よろしくお願いします。じゃあ今日はタルトのデビュー曲、初めて自分で歌った曲を流してお別れしたいと思います。ルート25っぱで綿飴とレモンキャンディー聴いてください。それでは今日も最後まで聞いてくれてありがたるとこんなに君が好きなのに、こんなに思う